ねえねえ、マリサ、夜遊びのアイドルって曲知ってる？流行ってるらしいよ。知ってるぜ、だいぶ人気だよな。そして、昭和のアイドルで、白雪姫、可愛いアヒルちゃんといえば。あーあの方ね、天地まり。今もお元気かしら？今日は昔懐かし、天地まりの栄光と病気、現在までゆっくり解説するぜ。気になるわー。というわけで、ゆっくりしていってねー。まずは天地まりの生い立ちからだな。天地が2歳の時に両親は離婚。その後、お母さんは住み込みで幼稚園の給食を作る仕事をした。住み込みってことは、白雪姫もそこで暮らしたのね。4畳半一間の部屋だったそうだ。なかなか苦労してるのね。天地が小学校2年生の時に、お母さんは30万円もするピアノを買ってくれた。そこから天地はピアノを習い始めたぜ。すげえな、母ちゃん。でも、部屋って4畳半一間だよね。ピアノが部屋に入るの？部屋はピアノに占領され、押し入れの中にちゃぶ台を入れて勉強、寝る場所はピアノの下だ。それもなかなか。国立大に通う女子大生が天地の先生をしてくれて、天地はめきめきとピアノが上達したぜ。マリちゃんってピアノも上手だもんね。この時から頭角を現していたのね。国立音楽大学の附属中学校に入学し、高校では声楽科に転身。ヤマハ音楽振興会の付属教室でボーカルを学び、プロを目指していた。その後、デビューしたのね。渡辺プロダクションからデビューしたな。鍋プロね。天地まりって名前は、漫画、朝日の恋人、後の太陽の恋人の主人公の名前だったんだぜ。事務所が、この名前を使いたいと申し出て、天地まりはデビューした。1971年、天地まりは TBS の、時間ですよの出演オーディションを受ける。が、落選。天地まりほどの人間が、どうして落選するのよー。しかし、オーディションを見ていた森光子が、天地まりの才能を見抜いていた。森のプッシュにより、天地のために役が新たにでき、デビューしたぜ。やっぱ、見る人が見たらわかるのか。隣のマリちゃんとして出演し、ギターを弾きながら、恋は水色を役の中で歌ったな。ん？水色の恋じゃないの？水色の恋は天地がアイドルデビューした曲だ。時間ですよに出演後、3ヶ月後にアイドルデビューしたぜ。伝説の幕開けですな。次々にヒット曲を飛ばし、デビュー直後から、三人娘、後の新三人娘と呼ばれていたな。天地まり、小柳ルミ子、南沙織で眩しい娘だったわね。デビュー後はもうご存知の通り、国民的アイドルへと一気に上り詰めたな。まりちゃんといえば、テニスウェアよね。テニスコートに白い天使が舞い降りたかと思ったわ。紅白歌合戦にテニスウェアで出場し、テニスウェアが似合うタレントに選ばれたな。すんごい似合っていたわ。スポーツウェア会社やテニスラケット会社など2000億円もの利益をもたらしたと言われているぜ。すげえ経済効果。当時は天地まりブームが起こっていたからな。1972年に冠番組、まりちゃんシリーズが始まったし、天地まりが行くところは、すごい人だかりができていたのよね。第1回ファンクラブの集いで2000人が集結、コンサート20万人集結とかな。確か、賞もたくさん受賞していたよ。日本歌謡大賞放送音楽賞、日本有線大賞大衆賞、日本レコード大賞、ゴールデン・アロー賞、日本レコードセールス大賞、とかだな。そうなめしとる。1973年にはブロマイドの年間売り上げが女性1位だし、下敷きやトランプなどのマリちゃんグッズが登場したぜ。確か、子供の女の子向けのマリちゃん自転車もあったよね。ドレミマリちゃん、バンビマリちゃんだな。女の子の可愛いが詰まった自転車だったな。自転車の値段は26,800円。当時の大卒の給料の約3分の1の値段だ。可愛くて高いチャリだったのね。それでも売れまくったそうだぜ。経済効果がすごすぎるわよ。当時の人気ぶりを、後に天地がこう振り返っている。テレビ局からテレビ局へと駆け回っていた。睡眠は3時間、食事は移動の車の中でサンドイッチだけとか。3時間なんて、私の昼寝と一緒じゃん。昼寝しすぎだろ、霊夢。えへい、そうかな。天地は朝から夜中の3時頃まで分刻みの仕事をこなし、休みは2ヶ月に1回ぐらいだったとか。休みの日はゆっくりしてたのかにゃ？食事に行ったり、衣装を買いに行ったりだ。休みの日も忙しいのね。友達と遊べないのかしら。アイドル時代にこういう関係はなかったそうだ。仕事が忙しすぎて、それどころじゃなかった。分刻みのスケジュールだもんね。
テレビ番組のリハーサルに出れない時は、マネージャーが代わりに出ていたそうだ。そんな、マネージャーも大忙し。ショーで好きな食べ物はメロンと話すと、劇場にメロンが大量に届いたとのエピソードもあるぜ。羨ましい。大量すぎて、製菓業者に引き取ってもらったそうだ。しかも、大きなトラックで運ばれたらしい。どんだけ？全国の八百屋からメロンが消えた日だったかもね。当時の月収は300万円。ほとんどを使い切っていたらしい。どんな生活をしたら300万円を使い切れるのよ。そんな映画を極めていたアマチだが、1977年に甲状腺機能不調で緊急入院をしたぜ。どんな病気なの？甲状腺ホルモンが原因だと、ホルモンが過剰分泌された場合は疲労感や多感、手足の震え、動悸、イライラ、下痢が起こる。ホルモン分泌が低下すると、疲労感や冷え、無気力、便秘などが出るぜ。マリちゃん、疲れてたのかしら？甲状腺ホルモンが原因の体調不良は、ストレスで自己免疫機能が低下していると言われているな。やっぱり、当時、アマチマリ発狂説ってのが週刊誌で出ていてな。ホテルのショーで司会者が話しかけても答えないとか、アマチは異常だと言われていた。働きすぎだよね。アマチはうつ病ではないかと噂されていたぜ。うつ病じゃなくて、甲状腺の機能が不調だったのね。いや、2015年の、週刊新潮で、甲状腺機能不調が嘘だったとアマチが語っているぜ。え？嘘なの？当時はうつ病で、噂は真実だと認めたんだ。うつ病だったのか。当時は人気がなくなり、寂しかったそうだ。それでうつ病になってしまった。なんで甲状腺の機能不調って嘘をつくの？事務所と医師が話し合い、嘘の病名をつけたそうだ。事務所がアマチの気候を懸念し、入院させたとか。ああ、なるほどね。駆け足でトップアイドルになって、人気の陰りに敏感だったのかもね。1973年のアイドル雑誌、明星で人気投票がトップだったのに、翌年の投票では7位に急下落していたからな。それだけ入れ替わりが激しい世界だったのね。アマチは2年半もの間、芸能活動を休止していた。恩人の森光子などにより、アマチマリを励ます会ができたな。おお、デビューのきっかけ、森光子様。森光子はアマチのコンサートを見に行ったりと、アマチを見守っていたぜ。お母さん的な存在。復帰会見を行ったアマチは、とにかく歌が好き、私には歌しかないと思っていました、と話したぜ。アイドルが転職なんだろうね。さらに休養中もファンクラブがあり、ファンにも感謝を伝えた。ええ話やん。復帰後はラジオ番組のレギュラーや CM 出演、映画、コンサート、シングル曲発売と活動したぜ。頑張ってるのね。前世紀ほどの大ヒットにはならなかったけど、ネームバリューがあるからな。ヌードや大人のビデオ出演もしたし。白雪姫が大人になったのね。あとはちょっと太っちゃったりとかな。大竹誠からバラエティで、もう俺が好きだったアマチマリじゃない、別物だ、と言われたこともある。そりゃ、月日が経てば見た目は変わるわよ。何年経っても綺麗な人の方が珍しいよ。まあ、ダイエットできて、ダイエット本も出版したけどな。私生活は？確か、マリちゃんは結婚したよね。1986年に結婚したな。2歳年上のカフェバーを経営する専務だそうだ。娘も生まれている。国民的アイドルと結婚なんて羨ましいよ。お相手は仕事が忙しくてテレビを見ていなく、アマチのことをほとんど知らなかったとか。そんな、なんてもったいない。アマチが相手に続婚で熱々カップルだったが、1996年に離婚したぜ。なんで離婚したの？彼が仕事せず、アマチに暴力を振るったり、娘に辛く当たっていたとアマチが語っている。なるほど。また、アマチは浪費癖があってな。絶頂期の頃は、欲しいものが手に入るのは当たり前だった。月収300万円なら、何でも買えるよね。浪費癖は当時から治らず、通帳にお金があると使ってしまうらしい。だから貯金はどんどん減る。金銭感覚って、なかなか治らないもんよね。30万円の服を買ってしまったこともあり、娘と仲が悪化し、一人暮らしを始めたそうだ。今も一人暮らしなの？2015年の、週刊新潮によると、神奈川県の老人ホームで暮らしているとしているな。もうマリちゃんも、そんな年か。老人ホームは家賃が14万円、食費が4万円だ。え、貯金がないんだよね？どこにそんなお金が？ファンクラブから出資しているらしい。ええー。ファンが暮らしを支えてるの？最強やん、マリちゃん。
芸能界最強のファンに支えられているな。娘さんは？まだお母さんと仲が悪いの？今は仲が良くなったそうだな。老人ホームの近くで暮らしている。じゃ、いろいろとお世話しているのね。浪費癖が治らないお母さんの金銭を管理し、月に6000円のお小遣いをあげているそうだ。お小遣いか、かわいいな、マリちゃん。アマチュア芸能事務所何社か所属を変え、今は個人事務所を立ち上げている。娘さんは、アマチュアのファンクラブを運営しているぜ。しっかり者やん。スクリーンコンサートを企画したり、ファンクラブ制作の CD をプロデュースしたり、娘さんはお母さんをしっかりと支えてるな。ファンにも娘にも恵まれてますな。マリちゃん、やっぱり最強です。ちなみに、川崎の老人ホームで事件があった時に、アマチュアに丸房説が流れたことがあったが、あれはガセネタだぜ。アマチュアは別のホームで無事だ。よかった？じゃ、老人ホームに行けば会えるのかしら？いや、退去したらしいぜ。2016年の、週刊朝日芸能で、すでに引っ越したと法務職員が言っていたらしい。え、じゃ、今はどこに？いや、わからないなぁ。マリちゃんどこ？アマチも2023年で71歳だ。もしかしたら、もっと介護が必要になるとか、何らかの理由で別施設に移っているかもしれないな。そっか、居場所が世間にバレて、引っ越したのかもしれないしな。あ、もしかして、娘さんの自宅で一緒に住んでるとか？2022年に娘さんの SNS で、お母さんから誕生日のお祝いが電話であったと発言している。じゃ、別居の可能性が高いね。あと、娘さんはお子さんが生まれたそうだ。マリちゃん、おばあちゃんか？もしかしたら、孫活してるかもねー。娘さんが妊娠中に、アマチがお腹に手を当てている姿が、2018年の娘さんの SNS にアップされているぜ。きっと孫にデレデレで、お小遣いを貯めて何か買ってあげてるかもね。2018年にソニー、ミュージックダイレクトのサイトで、アマチがファンの質問に答えるという企画があってな。アマチは、今は幸せです。孫もできたし、もう少し家族のために頑張ります。としている。幸せなら何よりです。さすがにもう新曲リリースはないが、アマチのカレンダーが発売されたり、映画祭りをしたりと、昔懐かしのアマチの姿を見る姿はたくさんあるな。ありがたいっすね。今もアマチマリを思い出すと、昔のワクワクした気持ちを思い出すってファンもいる。スーパーアイドルだったもんね。根強いファンも多いし、アマチは永遠のアイドルだな。スーパー強いファンもいて、スーパーしっかり者の娘さんもいるしね。マリちゃんも幸せだし、スーパー最高な老後よ。というわけで、アマチマリのデビュー前から絶頂期、病気、老後を見てきたぜ。あざっす。なんか幸せな気持ちになりました。視聴した感想を教えてくれるとぜひ嬉しいな。ご視聴ありがとうございました。